はい、皆さんこんにちは、マイクです。マイクはですね、ちょっと大切にしている宝物の一つをね、お見せしたいと思います。それはですね、仮面ライダーの1号ですね。1号の変身ベルトです。これは大人向けに作られたもので、当時3万5000円ぐらいしたと思います。これはですね、マイクの誕生日ですね、嫁の夏美が購入してくれて、プレゼントしてくれたものです。これは当時ですから、結構な、どうですかね、15年ぐらい経過しますかね。15年までじゃないですか、13年ぐらいですか。13年ぐらい前のプレゼントです。それではね、開封したいと思います。パンフレット、解説本ですね。で、あと電池の入れ方ですとか、ベルトの巻き方ですとか、遊び方にも書いてあります。あと特別にこういう冊子が入っている。ドライバーで、
んと。つまみはあまり意味がないわけですね。これ色が変化する、そういうわけではない。結構なんか出てるおじさんでもなんとか入りそうな皆さんの勉強になってますね。すごいですね。かっこいいですね。途中からね、色が変わるのか。そういうわけですね。今回はマイクの宝物ね。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。もしよろしければですね、こういうジャンルの動画もどんどん上げていきたいと思いますので、ね、またチャンネル登録の方もよかったらよろしくお願いします。それでは、さようなら。マイクでした。